今回はですね「ウルトラマンマックスが2015年の7月で放送開始10周年ということでですね「ウルトラマンマックスのウルトラアクトを紹介していきたいと思います発売されたのは2012年の8月なのでもう3年くらい前のフィギュアになるんですけれど価格は当時定価が3360円で一応一般販売された「ウルトラマン」ですね 中身の方はウルトラマンマックス本体とマクシウムカノンパーツそれから交換用手首とえマクシウムソードえー交換用カラータイマーそれとマックスギャラクシーとギャラクシーソードになりますそれではまずはウルトラマンマックス本体から見ていきます、えー、このウルトラマンマックスのね特徴はですねえ他のアクトと比べるとちょっと大きいんですよ、えー、ウルトラアクトのゾフィーと比べるとこんな感じになりますね本当にね他のウルトラアクトに比べるとね大きめな 顔はね正直ね似てないってわけじゃないんですけどあのーまあ、ウルトラアクト特有のねちょっとのっぺりした印象になってますねあとこのウルトラマンマックスはですね、えー、頭の裏側首の裏ですね首の裏側が実は塗装ミスがありまして本来はこの側首のウルトラマンマックスのように、えー、首の裏赤色で塗装されるべきなんですけれどなぜか銀色の塗装になっていました 可動の方はあのー、胸にプロテクターがあるんですけどこうしっかりねマクシウムカノンのポーズを取ることができたりあとは命のポーズを取らせても、あのー、しっかり自立することができます続いて付属品の紹介ですまずは交換用のカラータイマーですね、えー、本編のものに比べるとちょっとピンクがかってます続いて武器のマクシウムソードですこういった形でね手に、えー、持たせることができますねそして左腕のマックススパークを取り外して エフェクトを取り付けることで必殺光線のマクシウムカノンを再現することができます、えー、他のウルトラアクトと違って手首ではなくて武器の方を交換するっていうね結構ね珍しいパーツ構成になっていましたそして最後は手首ごと取り替えることでウルトラマンマックスのゼノンから与えられた武器のマックスギャラクシーのポーズを再現することができますさらにこのマックスギャラクシーはですねエフェクトを取り付けることで ウルトラマンマックスのギャラクシーソーードっていう技を再現すす。るここともできますこのね、マッククスギャラクシーはね、とってもかっこいいんですけれどただこの、えー、マックスギャラクシー少し動かしただけでこう簡単に外れちゃうので、まあ、ポーズをつけるときには注意が必要となりますということでウルトラアクトウルトラマンマックスの簡単な紹介でした、えー、他のね、ウルトラアクトと比べると 欠点がね目立つ部分があるんですけれどでもね決してね出来がすごく悪いっていうわけでは僕はないと思いますねあとはねこのウルトラマンマックスはやっぱりね作品のねあのおもちゃじゃなくて作品の話になっちゃうんですけど本当にいろんなね怪獣とね戦わせられる、えー、ウルトラマンなのでね あのぜひね昔のソフビとかいっぱい持ってる人がいたらねそういうソフビと絡ませてあげるのがね一番いいおもちゃだと僕は思いますね。